新年皆さんの前に立ちますとですね、心新たにやったるぞという気持ちでございます。柴田レーシングチーム新体制発表を行います。強いタイヤと強いマシン、そして強いドライバーのこの3拍子揃ってですね、チャンピオン、そしてシーズンチャンピオンを狙っていきたいなと思います。チャンピオンを手にできるのかなと思ってます。仕事をこなしたいと思いますね。力が入っております。カーナンバー31モチュールインフィニティ芝タイヤ、つばぎり高麗です。僕の役割は蕎麦切光大選手のチャンピオンを後押しすることと、後押し、はい、自分の苦手とするコースで、まずはラウンド優勝できていけば最終的にはシリーズチャンピオンという立ち位置には入れると思ってますので、皆さんと一緒に泣いて終われるようなシーズンにしていきたいと思いますので、チーム柴田一同全員でこの赤に染めたいと思います。なので本当に今年1年応援のほどよろしくお願いいたします。